はい、どうも、東海オンエアでございます。東海オンエアでございます。どうも、東海オンエアです。ということでですね、4月18日に、愛知産業大学というところに僕らと、岡左衛門ってね、みんな知ってると思います。僕らって言うとなんかラっぽくなるよね。あ、ラじゃない、東海オンエアね。ラじゃない、東海オンエアね。東海オンエアね。岡左衛門が来ますと、岡左衛門が、僕らがね、よく行ってるラーメン屋のさ気分で幸男というラーメン屋さんの出店を手伝うということで、岡左衛門とちょっとウェイトレスバトルみたいなこともね、動画で残そうと思うので、うん、ぜひ食べに来てください。はい、会いに来てください。はい、お願いします。はい、で時間なんですけども、うん、昼前ぐらい、俺らは多分午前10時ぐらいに行くんですよ、うん、週まあちょっと早めに集まって、で昼過ぎぐらいまでかなまで多分やるんですよ。すげえ適当だけど、本当に僕らもよくわかんないんで、本当に詳細はないです。詳細がないんですよね、知らない。だから全てが急なわけで、そう、わけわかんないですけど、とりあえず愛知産業大学調べれば出てきますんで、島で会いたいなら来てください。最寄り駅は藤川駅だね、名鉄の、はい、来てください。ではこれが今4月18日、次の9月11日のオフ会ありますけど、9月11日のオフ会は500人しか来れないんで、うん、まあチケットが取れない可能性もあるので、今回来ておいたらいいんじゃないでしょうかね。岡左衛門にも会えるしね、うん、でここの3人と利光が来ますので、ぜひともよろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、俺は午前中に履けるのかな。いや昼過ぎまでいると思うけど、まあ、夕方とかにはもういないと思うんで。夕方はないね。夕方はいない。ドラゴンボール見に行かないといけない。確かに4月18日ドラゴンボールのね、うん、初回フリーザ、全然その宣伝は、ね、全然その宣伝はいるでしょこれ。全然その宣伝はない。バトルシーンにあのマキシマムザホルモンの F という、全然いい、全然ゴールデンフリーザ。違う、18日最後努力したらあんな聞いた。ドラあの違う18日青い髪の毛大学にマジみんな来てね。本当にバイバーイ。青髪のドラゴンボール、ね、あー、うん。